ウトロ温泉、ゴジラの手湯手湯は手を温泉等に浸す入浴法。そのための設備及び、それが設置してある場所のことも指す。主翼は同様の入浴法を指し、介護福祉士の試験問題に出題されることもあり、健康分野で研究されている。足湯よりもさらに気軽に温泉を楽しむための施設である。 足湯のように座る設備が必ずしも備えられているわけではないので一般的に湯に浸かる時間は短くなる。手を浸す方法は浴槽につけるタイプと湯口から出てくる温泉水に手をかざすタイプに分かれる。浴槽型は足湯と組み合わせて設置されている場合もある。手湯を初めて設置したのはあかんこ温泉であるとされる。移行気軽に温泉を楽しむことができる設備として 各地の温泉街で普及していき、東野港温泉や道後温泉のように手湯足湯巡りを名物とする温泉地も登場している。入浴あるいは手洗いができない入院患者に主浴を行うことがある。2019年までの主浴の研究はランダム化比較試験が3研究、他に9研究あり、油温は39から42度、浸潤時間は 大抵10分間であり、低浴していない身体部位の皮膚温度の上昇が推察できる。冬に右手の主浴10分で、主浴の15分後から左手の表面温度は上昇し1時間持続し、左手の水分量も増加した。全身浴と比較して、主浴でも湯外の部位の温度感覚の差がなく、代用できる可能性が示された。リラックス効果が見られた。主翼では、 交換神経、副交換神経のいずれかが優位な状態では、相対する方へ傾けることで、自律神経のバランスを調節する効果が見られた。15名で実施した高齢者の入眠2時間前の主翼では、低欲なしに比較して、睡眠時間の延長や疲労回復の良い評価が得られたが、入眠を促すかは、個人差が大きく一定の結論は導けなかった。 主翼による脳の血流量の増加は、成人10名では平均12.4%、入院者6名で平均28.2%であった。主翼より効果はないものの、親指だけの親指翼でも温浴効果が期待できる。ありがとうございます。